第1回は本、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。このチャンネルでは香港の三面基地的このチャンネルでは香港の三面基地的なニュースや香港に住む日本人の方々に何か役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日8月24日木曜日です。現在時刻6時42分です。本日最高気温32度、最低気温27度で雨です。降水確率 60% ですが、かなり一日中雨が降ってそうな天気なので、今日は折りたたみ傘は必ず持ち歩いた方がいいのかなと思います。以上天気予報でした。さあ続きまして、香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは18円47銭でした。続きましてビットコイン US ドルの相場をやっていきたいと思います。現在時刻6時47分です。ビットコインの価格は 26,453.03 ドルでした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日はですね、香港の人口が749万人に増加という件と、あとは先日ねニュースで取り上げさせていただいたネオン看板の展示会を見に大館に行ってきました。セントラルの大館ですね、行ってきましたという件ね、この2件で話していきたいと思います。まずですね、香港の人口が749万人に増加、720万人程度までね低下していた人口が749万人、ほぼ750万人に増加したようです。もともとね、私よく香港の人口の数ってねやってたんですけど、約750万人前後だったので、ほぼ全盛期に戻ったというか、元に戻ったという感じですかね。ただね、やはり死亡者数がねまだまだ高いので、今後またちょっと人口が減っていくような感じになる可能性はあると思うんですが、まあ、ただ香港人がね少し戻ってきているということを政府が発表していました。まあ、香港人が戻ってきているというよりは、私中国人のね、移民者が増えているような気がしなくはないんですけど、どうなんでしょうね。ただ香港の人口が増えるということはですね、香港の経済が良くなってきているというふうにも考えられるので、これはすごくいいことなのではないかなと私は思っています。ただ65歳以上の人口がね異常に高いので、やっぱ高齢社会という意味ではね、ずっとやっぱ高齢社会になりつつあるなというふうな感じはします。ただ香港人女性の、結構多くの人がやっぱ出産をねプランしているということも多くて、去年は、出産率が、一昨年と比べて、約 7% ほどアップしたということでね、まあ、非常にいいことなのではないかなと考えてます。さあ続きまして、大館のネオン看板展示会に行ってきました。ちょっと前の話になりますが、大館で大館ですね、ネオン看板の展示会を行っているということで、私もニュースで取り上げさせてもらって、その時行きたいなって話をしていたんですが、ついに行ってきました。行ってね、思ってた以上に感動しました。なんかね、私の中では単純に看板が展示されているだけと思いきや、看板がね反射してね綺麗に見える工夫とかがされていて、ネオン看板の、とてもね綺麗なネオン看板の撮影ができました。今からねちょっと写真を何枚か、見ていただきたいなと思いますが、写真を流しつつちょっと話していきますが、ネオン看板がね反射して綺麗に見える工夫がされていたり、ネオン看板の歴史、作り方とかですね、あとはですねどのようにして生まれたかっていうのをとかですね、あとどういう色があるのかとかね、いろいろとこう展示されていてすごく楽しかったです。もうね私たち夫婦ね、まあ、興奮してねいろいろと見入ってしまいました。またねこのネオン看板の展示会、9月3日まで行っておりますので、もしねお時間がある方はぜひ行ってみてください。概要欄の方にねやっている時間と、あとは地図をですね貼っておきます。とても綺麗でね、まあ、私は基本的に朝行ったのですが、これね人のねインスタグラムとか見てると、夜というか夕方の方にね行ってる人もいて、夕方の方になるとちょっとね暗くなってきて、ネオン看板が映えて見えたような気がしなくはないので、まあちょっとね夜行きたかったなとも思いました。ということでね、そんな感じで私たちはすごく楽しめたということで、もしよろしければですね、うちの妻が YouTube でとても詳しくまとめておりますので、そちらの方も見てもらえると嬉しいです。概要欄の方にねリンク貼っておきます。
ということで、このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何か役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。チョイキン、またね、バイバーイ。